ていうタイプが小さい狭間守りのタイプがあるんですよ。狭間守り、狭間守りの方で、はい、かしこまりました。では合わせて1000円の納めでございます。でもやばいね。はい、それではお待たせいたしました。こちら失礼いたします。はい、ありがとうございました。じゃあ、エマとこちらの肌守りをもらいに来ました。ダダから勝つ。ダダ、私、ちょっと。あ、そう。みんなの願い事を、はい、飾りたいと思います。完璧。今日は犬の日なのでお参りに来ました。この子が無事に育ち生まれますように。どうですか？ちょっとお腹出てきたね。た危ない危ない。ちょっと待って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 。おいで。おいちゃん、おいちゃん、まだまだベビちゃんなんだけどね。時もね、ベビちゃんですよ。親指つって赤ちゃんだ。赤ちゃんだ、赤ちゃんだ、赤ちゃん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 。テトの時もここでお参りしたんだよ。チカチカチカ、こんな可愛い子が生まれてきたんよ。痛い。昨日もマスクさ、ガッて外されたんだけどさ、うん、ふって戻されたんだよ。臭かったかな。赤ちゃんだね、まだ余裕指吸って。赤ちゃんだね。今日でちょうど5ヶ月なんですけど、はい、本当になんかちょっとつわりが良くなってきたかもしれん。うんうん、辛そうだったけどね、だいぶ。どっちの方のがさ、辛そうだった？今回のが私的にさ、今回の方が辛そうだね。なんかだよね。なんか最初のうちはこの子もいるし紛れてる感、うん、あると思って、そんなにと思ったけど、意外と今回の方のが食べれないし、状況もな違うからな。まあね、前回はな、家で一人でな、しんどかった、ゆっくりはできたけど、そう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 、今回ばっかりはな、面倒見なきゃいけない子がいるからな。前の方のが食べたら結構良くなる感じだったから、本当に今回食べても全然良くならないみたいなこととかも多くて、てか食べれない、そもそも食べて良くなる時もあるけどな。うん、だからなんかちょっと食べたいっていう気持ちが湧いてきてる今、良くなってきてるかも。あ、本当。うん、全然違うよ、肌ツヤ感とか。やっぱり、うん、肌ガサガサなんだけど今。絶対見てないの私の顔。調子取り戻してきた感あるなっていうのはね。やっぱ絶対見てないよ、肌ガサガサなんよ、花粉のせいで。じゃご飯行こう。はい、じゃあ、前からそうなので、ご飯行きまーす。イェイ。お腹の子供は、男の子、女の子、どっちだと思いますか？同じ白 T で合わせてきてない？合わせてないけど、ジェンダーリベルケーキ作りましょう。二つ、ちょっとケーキっぽいスポンジを買ってきました。レモンか、チョコレート。さあ、どっちにしますか？これ本当はこう重ねて大きいの作ろうと思ったんですけど、でもわかんない、開いてみたらさ、めっちゃちっちゃかったらさ、そうせざるを得ないかもしれない。オープン。お、あ、いい感じやん。うん、あ、結構レモン、うわー、すごいレモン。キモ、まずここくり抜かないといけないんだよね。そうなんだよ、なんかコップかなんかで、あー、グッと、そうそう、いきます。はい、お、いい感じ。いいえ、この中に女の子ならイチゴ、男の子ならキウイ入れます。この本来さ、あれだったじゃん、計画としては私たちもサプライズしてもらう予定だったんですよ、勝手にね、うちらがいつだけ計画してたのはね、性別が分かった時点で産婦人科の先生に封筒をもらって、封筒っていうか、まあ、メモ書きしてもらって、うん、それをまあなんか誰か第三者に渡してジェンダーリビールやってもらおうというあれだったんだよね。そうね、おしゃべりなね先生だったんですよ。一緒にね、エコー入ったんだよね、多分
これかなっていうのをその時にポロッと教えてくれたんだよね。あってなってね。僕たちはそこで知ったんですけど、皆さんに性別を発表させていただくにあたってどうしようかなと考えた時にジェンダーリビールをやろうと、うん、せっかくなのでという感じで今作っております。プラス僕たちの今日のデザートを作りもしもし準備が完成いたしました。即席ジェンダーリビールケーキ、こっちが男の子キウイ、こっちの女の子が出たらイチゴ。どっち、あ、緊張する。男の子女の子どっち、たらー、男の子でーす。男の子でした。イチゴ食べますか、はい、ボーイですということで、はい、男の子が新加入です。ちょっといただきます。いただきましょうか。おいしい。あんま、うん、どうでした、男の子って分かった時は。正直めちゃめちゃ嬉しかった俺はね。ノーマンがなんで、すでに女の子がいるっていうのが前提なのかもしれない。それはね、一人ずつこういた方がね。でもさ、しかもさ、一人目はさ、女の子がいいねとか言ってなんか言ってたじゃん。言ってた。次が女の子でも全然いいなと思ったね。姉妹とか絶対可愛いじゃん。姉妹可愛いね。最初が男の子生まれたら次絶対女の子がいいなって思っちゃってたかもしれない。あ、逆に。うん、でもなんか上の子がお姉ちゃんだからなんか優しくしてくれそうじゃない。そうだね。なんか結構ほんとね、そういう支援センターとかでも赤ちゃん見るとあーってすごい近づいてって、でもこう触ろうとしてもなんかあーみたいな感じで近づいてから。優しいよね、多分。優しい、優しい。親バカなのかな。お腹とかもすごいこうやって撫でてくれるし。優しいね優しいね。生まれてくるって分かってるか分かんないけど絶対分かってないしでもなんかお腹が多分大きくなってるっていうのはなんとなく分かってるっぽいんだよね。だってもう全然出てない時は何もなかったけど、私がこうやってやってても、うん、最近すごい本当にお風呂とかでもなんか慣れてくる。ああそう、だから分かるのかなって思って。でもやっぱ男の子ってその連絡とかもマメじゃないから、だから子供が男の子2人とかになるとすごい疎遠になるのかなと思った。なんか女の子ってさ、連絡とかもさ、そうこうお母さんとかになんかやったりとかするイメージだから、うん、でも男の子2人だったら寂しかったんだろうなとか思っちゃうし、うん、どうなんだろうね。でもこっちがちゃんとコミュニケーション取ってればあれなんじゃない家族。でもさ、自分だって結構さ、そんなマメじゃないでしょ。全然マメじゃないかもな、うん、今のがマメになってよね。なんかさ、ちょっとトゥートゥの様子を送ってよちゃんとみたいないや、ほんとそれマジで送ってこない時ある丸一日遊びに出かけたりとかね。友達と遊びに出かける時てる時ほど欲しいんよ。おめかししてるだろうなとかさどんな感じで遊んでるんだろうとか、どんな友達と遊んでんだろうなとかさ、すごい気になる。全然送ってこないでも最近毎日ね、朝の鬼のような寝起きの顔は毎日朝ポンの時でおはようってね。遅れって言われたから頑張って送ってる。遅れって言われたから頑張って送ってるんだ見てほしいとかじゃなくて義務感でやってくれてたんだごめんね、なんか毎日のことだからこっちはさ、別に何も変わらないって言ったらあれだけどさ。今回の計画はあれだよね、計画分娩だよね、うん、の無痛分娩で。そうそう、前はさ陣痛待ちみたいな感じだったからね。今回は上の子もいるからっていうことで計画を勧められたというか、まあしてもいいよって感じだったからね。うちらも、まあ、預けたりとかねするから、うん、そっちの方が、まあ、分かりやすい。分かりやすい、分かりやすい、やりやすい。でも無痛でも最初の陣痛はやっぱ我慢しなきゃいけないから、うん、怖いな。怖いね、ほんとあれ怖いよな。見てるこっちも辛いもん辛かった。ほんとにね、一旦やめようって思う休憩でよみたいなずっと痛がってんなもん。そうだからすごい自分がギャーギャーしてた時の記憶はあんまない。嘘つけよギャーギャーしてたよ。してたよね、もう痛い痛い痛いってなすよね、絶対。だよ。4人家族になるのが楽しみですね。ですね。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。